はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の歴史のスタートですね。第1弾でございます。で、問題が6問ありますので、一回ね、ここで動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安だったり、ちょっとね、わかんないところがあれば、今からね、自分が全部説明しながら問題ね、解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、いつも通りというか、他のシリーズとね、同じように問題じゃない、カメラを下げますので、お待ちください。いくよ。よいしょ。なんかね、新シリーズってあれなんですよ。すごいね、ちょっと緊張するんですよね。カミカミで、いつも以上に感じてる。よし、じゃあ問題も外してやっていきましょう。で、この動画、まあ、再生リストの中にも入ってるんですが、この前にガイダンスの動画を撮ってます。まあ、使い方とかね、ちょっと動画内容に関する説明なんですけど、もし見てない方はね、一回、目を通していただけると嬉しいです。では、まず1番が、阿弥陀仏にすがって死後に極楽浄土へ生まれ変わることを願う浄土信仰ってやつですね。について、まあ、それに基づいて建立されたものを次の絵から選びなさい。まあ、伊勢神宮と東照大寺と日光東照宮と平等院鳳凰堂と。で、まず答え行きましょう。1番の答えは絵です。平等院鳳凰堂でございます。で、これは2番をちょっと説明してからまとめて、なんだ、解説というかちょっと説明していきますね。で、2番が、11世紀後半、欧州藤原氏が建立した中尊寺金色堂は、現在の何県にあるか書きなさい。ということで、これは岩手県にあります。はい、ということで、まずここ2問ですね、説明していきましょう。で、今回は藤原氏がね、まあ、出てるわけなんですけど、歴史のね、まあ、勉強をしてて、まあ、得意な方は別にここまで意識しなくてもいいんですけど、例えば単語を結構ね、まあ、なんだ、基礎をね、頑張って勉強して覚えたんだけど、テストの時なんかうまくいかないな、みたいな。そういう波を持ってる方はですね、まあ、こうやって藤原氏って出てきた時に、じゃあ藤原氏に関わる覚えてるワードなんか出てきますかっていうのをやってみるといいです。例えば、藤原って言ったら何時代だいみたいな。これも藤原平安ですよね。もう平安って言ったら藤原って言っていいぐらい、まあ、繋がってると。平安時代と、真似しとこうか。平安時代とか。あとはじゃあ藤原氏があったら政治ってなんだっけって。ちょっと字が出せてごめんね。まあ、摂関政治だよね、とか。そういった風に、こうやってね、一個のワードからいろいろ繋げて知識が出てくると非常にいいです。で、その浄土信仰に関しても、この藤原氏の時の話なんですが、藤原氏の時、まあ、その平安時代のね、まあ、国風文化なわけですけど、その時の建てられた建物って言ったら、この平等院鳳凰堂、1番のね、答えか2番の中尊寺金色堂。まあ、ここだろうと。この2大巨頭です。基本的には。そう。で、まあ、平等院鳳凰堂は京都にあるんですけど、で、中尊寺金色堂は今の岩手にあります。岩手県。そんな、書かな、まあ、いや、地理ちょっとまずいな。これ青森だと思ってください。青森で、こう、県が上からさ、まあ、場所的にね、4つ、これ上に北海道ね、北海道があるんですけど、時はここです。岩手は。まあ、右がこうギザギザになってるんでね。ここは岩手になります。これはひどいな。ちょ、6番、でも答え被るから消しますね。まあ、場所苦手な方は、まあ、後でね、地図帳とかでもチェックしてみてください。いいかな。まあ、こんな感じです。で、この辺をちょっと復習したいなと思う方は、一番最後にね、再生リストをくっつけておくので、それの、19番の動画をぜひ見てみてください。1番とか2番。この辺がそれに該当します。この1番、2番がね。で、3番です。次は資料1を見てもらって、四角に当てはまる5を書きなさいと。で、資料の中にあったのは、中山の彰子ですね。まあ、琉球王国の話。彰子が作ったね。琉球王国が建国されて、その琉球王国は、ホニャララ貿易で栄えましたよと。で、琉球王国の貿易って言ったら、もうこれをね、セットで覚えちゃってください。中継ぎ貿易です。中継ぎ貿易。これはもう中継ぎなので、ざっくり言うと、真ん中に琉球があるんですよ。琉球王国。例えば、まあ、日本だけじゃないんですけど、まあ、日本。日本が目本になってるって。日本と、どうしようかな。中国とかでいっか。
ここの日本と中国は貿易をしたいんだけど、その間に一回入るんです。こうやって。あーっとっとっと。こうやってね。ここに琉球がいるんですけど、これは中継貿易。ざっくり言うとね。っていうのがやってます。ただまあ琉球王国といったら中継貿易。で、これセットで。まあこんな感じだよね。琉球さ、中継貿易みたいな感じで。セットで覚えちゃってください。で、ここの復習が、この書き方だと分かりにくいかな。こっちの番号、24ですね。四角に変えようか。まだ、分かるかな。こっちも色変えとこうか。ごめんね、ちょっとね、最初の動画なんで、若干手探りが半端ないんですけど、申し訳ない。で、4番です。こっちも琉球国王、琉球王国、まあ、琉球国王か、の話なんですけど、琉球の国王はですね、当時の中国に、貢ぎ物を送ることで国王としての地位を認めてもらってました。このような関係を何というか書きなさいと。まず答えから行きましょう。朝に貢ぐという漢字で朝貢と言います。朝貢。これもそのまま、あと問題文にあったように、まあ、中国に大きな国があったわけですよ。で、そこに自分が琉球のね、の国王だと認めてほしいと。俺が琉球のトップだって。そのために中国の国に貢ぎ物、つまりプレゼントです。プレゼントを送るんです。どうぞ受け取ってくださいと。で、渡す代わりに、おぉ、いいもんくれるじゃねえか。お前は国王として認めよう。みたいな。そんな関係。朝貢ですね。で、古い話をするんだったら、邪馬台国の卑弥呼。ですね。あそこ、卑弥呼の時は魏なんですけど、国が。魏に同じように朝貢してました。朝貢かな？ちょっとイントネーションおかしかったらごめんね。まあ、今回卑弥呼の話はね、ちょっと脱線しちゃうんであれですけど、まあ、こういう風に貢ぎ物を送って、その代わり国王として、まあ、地位を認めてくれという関係が朝貢と言いますので、覚えておいてください。で、朝貢は、ここはいっか。もう卑弥呼の時になっちゃうんで、まあ、琉球同じだからいっか。行きましょう。で、5番ですね。5、6はちょっと筆記、まあ、記述問題だね。になるんですけど、江戸時代の話です。5番。江戸幕府は儒学の中でも朱子学っていうのを重視してました。朱子学。で、この、じゃあ幕府ね。江戸幕府が朱子学を重視した理由を簡潔に書きなさいと。で、これに関しては一字一句同じじゃなきゃ、なきゃいけないってわけじゃないので、まあ、同じようなニュアンスだったら OK にしてください。一応教科書とかから拾ってくると、朱子学の特徴を書きます。で、朱子学っていうのは、秩序、わかんない。秩序とか、礼儀っていうのをすごく大事にしてたんです。秩序とか礼儀ね。だから、これを大切にしてたから重視した。つまり、まあ、ちょっと堅苦しい表現をすると、秩序と礼儀を重んじるから、まあ、大切にしているからとかでも構わないです。それが朱子学なんです。秩序と礼儀を重んじるのがね。まあ、ぜひ覚えておきましょう。で、まあ、これは予備知識になりますけど、まあ、江戸幕府全体でね、朱子学大事にしてたんですが、特に、まあ、朱子学で出てくるのは、五代将軍。徳川綱吉、生類憐れみの霊、犬が大好きだったね。綱吉とか、五代将軍とか、あとは、松平定信ですね。江戸っていうのは、改革が3つありました。共観点、共法、官制、天保なんですけど、その2番目です。官制の改革をした松平定信なんですけど、この人は、昌平坂学問所っていう、勉強するところを作って、朱子学しか勉強しちゃあかんよっていうのをやってた人なんですね。そうそうそう。まあ、全体的に出てくるんですけど、まあ、この二人とか覚えておくといいかなと思います。で、ラストです。ラストは、で、18世紀頃から、町人とか百姓の間で教育が盛んになりました、すごく。で、その中でも、まあ、一般の人ですよね、町人とか百姓は。寺子屋っていうところで勉強するようになったんだけど、それがどうしてか。なんでそんなに教育が浸透したのかとか、寺子屋でね、みんな勉強しようってなったのかっていうところを書いてほしいと。で、これも、一応これまあ、正当のまま書きますね。ちょっと長いんですけど、まずね、ポイントとしては、寺子屋
で、みんな何勉強してたかっていうと、読み、書き、あとは、そろばん。これを勉強しました。主にね、この3つ。で、それが、何に役に立ったのかなって考えるといい。だって役に立たなかったら勉強しなくていいでしょ。でも役に立つと思ったからみんな勉強しよう勉強しようって寺子屋が流行ったわけよ。いっぱいできたしね。で、これがですね、まあみん、まあ一般の人たちに言うと、例えば、当然そろばんとかできた、まあ呼びかけもそうですけど、商売には役立ちますよね。当然。で、商売とか、あとは、その農村の運営。ちょっと硬いね、言葉がね。まあ商売に関わんなくても、その農村を、まあ、農業ね。その、まあ、村ですね。を運営していく上で、それに役立つと。で役立つ、ことを、から入る。ああ、微妙だね。ちょっと下がろうか。学べるからと。まあ、これも一字一句同じだから構わないんで、まあ、同じニュアンスを言ってれば、丸にしちゃってください。まあ、大事なことは寺子屋で学んだのはこれなんです。読み書きそろばんですね。自分多分一問一答のシリーズの方はそろばん抜いちゃってるんですけど、ちょっと入らなくて。そのまま読み書きそろばん覚えておいてください。で、動画番号書かなきゃですね。さっきの綱吉の方から行きましょうか。5番の、その綱吉のところね、まあ、獅子学のところ、復習したかったら、だいたい47。もう動画、まあ、見てみてください。番号としては。で、最後、朱子学ですね。で、朱子学のところは、一般の人、百姓とか、町民、町人か、に関しては、寺子屋で、勉強したんですけど、諸藩、いろんな藩ね。藩でも、その勉強が流行ってて、漢字間違った。祖って書いてもらった。それぞれの藩にできた勉強するところを、藩校って言います。おそらく教科書で同じ時期に出てきます。反抗。これ言葉ぜひ覚えておきましょう。いいかな。で、ここの、復習が、6番が、動画としては48番になりますので、まあ、今回ね、6問だけやらせてもらったんですが、ちょっとその辺怪しいな、みたいな。例えば、藤原のところ、藤原か、みたいな。なんだっけな、みたいな。思う方はですね、まあ、19だけではないんですけど、その平安時代で動画撮ってますので、まあ、19あたりをちょっと、まあ、サッサンなどの復習で使ってもらえれば、穴埋めはできると思いますので、よかったらね、上手に使ってみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。